ラッシャー木村です。日本マスト界の本流でありますジャイアント馬場選手がこの格闘競技の殿堂日本武道館でどういうレスリングを見せるか、いろいろと雑音が入ります。昨今の馬場にとりましては死後は常に日本マスト界のエースとして活躍、現役生活も25年目を迎えます。正直に言いまして体力の消耗というのは隠すすべもありませんけれども、世界に轟く無敵の16門は未だ襲えられています。さあ可愛らしいギャルからキッスの洗礼、そして何よりもジャイアント馬場選手の心、さあ執念の挑戦です。闘志の男ドン・ラッシャー木村、あの子が組み立てる全員の挑戦者3年目に行くジャイアント BWF ヘビー級チャンピオン、因縁から見てね、かなり荒れた試合になるんじゃないかという予想しますね。なるほど、ジャイアント馬場が左の駆け込んだ、さあ動きが速くなった、ロープに釘付け、16番の洗礼だ、入った、爆発するのか、もう一回、しかし今度は反対、ジャイアント馬場がネックブリーカードラップ、さあ天下の宝刀を抜いた、そのまま覆いかぶさった、完璧に近く覆いかぶさった、カウント3が入ります。おっと、しかし